どうも山崎亮ですさて今日は、うん、講演会とかの後の懇親会とか、まあ質問とかそういう話をしようかなと思いますね。これも伝えにくいのでちょっと分かりにくいことかもしれないんですよね。誤解を招くかもしれないんで、うん、こういう話をするのはちょっと勇気がいることでもありますが、うん、なんつーんだろうな。 公演に呼んでいただいたりするとそういうところでお話をさせていただいてで、まあ、いろいろと、うんまあ、一方的にしゃべるということもいいんですけどなんかちょっとこうディスカッションというかね、えー、対話が手になるといいなと思っていてで、えーっとまあ、場合によっては、うん、1時間半ぐらい講演会の時間を与えていただいたんだとすると。 その最初30分ぐらい自己紹介代わりに自分のお話をし、えー、その後おその会場の人たちにちょっと話をしていただいて小、まあ、グループで分かれて話をした中から質問をいろいろ投げかけてもらって、まあ、この質問に1個ずつこう答えていくみたいなそういう講演にしたいなと、うんまあ、思っている自分がいるというのは確かなことなんですね。 1>, 1時間半だったら1時間20分ぐらいずっと一方的にこっちから話をして最後10分質疑応答の時間を作りましょうとニュータイプというのは自分ではあんまり好きではないことやり方ですねだからもし自由にさせてもらえるならあー最初30分だけ自己紹介してそこから30分ぐらいは、えー、と会場の人たち同士で感想を共有したり質問をまとめてもらったりしてで投げかけてもらった質問に対して最後の30分答えていくみたいな 形とか、うん、あるいはもう少し言うと,、えー、と事前にこ YouTube とかを見といていただいて講演会始まったらいきなり質問はないですかから始めるとかいうような講演会をやっても面白いかもしれないと思いますね。それはその、えー、と会場の方々が一体何を聞きたいのかということがこっちはよく分かって喋ることができるのでっ、えー、と喋ってる内容にあまり外れがないんじゃないかなっていうある種の、えー、確信を持つことができるので喋、えー、ってる側としてもとてもあの喋りやすいなというふうに思うからですね。 えー、なので、まああの、ずっと一方的にしゃべるっていうのがあんまり好きではないということ、まあ、かなりわがままに言うとですね、えっと、だいたい皆さんそうだと思うんですけど自分がしゃべることにはそんなに興味がないというかですね半ば飽きてるんだと思うんですよ。また自分はこの話をしているかっていう気持ちですよね。なのでなんかこう質問を抱きかけられるとそこでうんと考えてですね これにどう答えようかと思っている時に出てくる答えを聞きたいんですよね。おお私こんなこと言っちゃってるよっていうそれがいいしそれでうまく納得してもらえなかった時はん何がダメだったんだろうとかって考えるきっかけになりますからあ一方的に喋ってる時っててるそれがないんですよね、えー、皆さんあのそんなに反応するわけでもないので。 なんなくこう、うん、うんって聞いててくれているのにこっちからずっと喋り続けるってことになっちゃうからむしろその予期せぬような質問が来た時に一生懸命何か考えていてそこから出てきた言葉に自分自身が納得しちゃったり驚かされたりすることがあるこれが、えっと、とてもわがままに言わせていただくと,うんとその瞬間が好きなので、えー、まあ,あの講演せよという機会を与えられたわけですからそこで喋ればいいんですけど できれば、えっと、自分もちょっとこう面白いなって思うぐらいのな言,葉が言葉が自分から出てくると、うん、まあ、嬉しいなっていう、そんな感じなんですよ。まあ、とってもわがままな話ですよね。そんな,そんなことを自分自身に期待しないで、あんたは求められた通り喋ってりゃいいんだっていうのは、そのごもっともな話ですから、うん、まあ、そうではなければならないような場であれば、えー、そうやって喋ろうかなとは思いますが、えー、できれば、 皆さんんが何をを聞きたたいいいのかっっっってててててことと教ええもらってそれににるるうスタイルにしたいと思ってるんですねだからちょっと話それますけど大学の授業なんかで「シラバスっていうあの半年間の自分の授業は1回目2回目3回目どんな話するかっていうのを事前に決めとかなきゃいけないってやつは割と苦痛なんですよね。えー、そうやって喋ろうと思ってたけど1回目2回目の授業をやってみたらどうもそうでもないらしいと。 受講している学生たちはもっと違うことを聞きたがっていたようだということが分かれば3回目4回目5回目と柔軟に変えていって15回の授業が終わる頃にはもう全然違う話をしていたけれども学生たちはこれでよかったと思ってくれるような授業にしたいしその授業の中で自分なりの発見が自分にもあるとこれは仕事としてあの授業をやってるわけですけどそれでも自分にとってもやっぱりなんかちょっと発見があって面白いなって思えるようなことになると思いますね。 だからまあ、えー、シナバスは決めませんと、行き当たりばったりで話をしようと思いますなんてことを、影、え、は、ー、それは当然怒られるわけで、叱られるわけで、えー、つまんなくなるけど大丈夫でしょうかと思いながら、あらかじめ決められたかのようなあの授業の内容を一応そこに書いておくということを、まあ、やらざるを得ないんですね。あんまりあの気が乗らない シラバスっっなかなかっててななななかかけいいいうことになっちゃいます。話ずれましたけど講演会の時なんかもまあそうやって質疑応答で進めたいと思ってるこれがあの、まあ、自分自身の気持ち正直な気持ちなんですねでこの正直ついでにですねちょっと愚痴にも似たようなこと、まあ、愚痴は言わない方がいいんでしょうけど言うとですね、えー、講演会が終わった後の質問ってやつがあるんですよねこれは 講演の中での質問は大好物なんですが終わった後の質問っていうのは全然好きじゃない自分がいるんですよ。何でしょうねこれね何も変わらないはずなのにね。講演の時間内だったらめちゃくちゃ嬉しくてそれにどんどん答えたいのに多分ですけど僕は気持ちとして終わったって思ってるんでしょうね。はあ終わったっていう。あのー 90分たって喋るって多分僕にとっては結構な体力が必要でいや1時間半たってなさいって言われるとですね結構足と腰と背中とかが痛くなるんですよねずっと立ってるとねまあそれに対してちょっと抑揚をつけてこうやって喋ったりしてるんで余計体力使ってるので1時間半ぐらいですねず,ずっとこう立って喋ってるとうん90分ぐらいで体が慣れてるので終わった時には はあ、こ終わ、はあ、ったって感じになってからちょっと質問いいんすかっていうあれがなんかもうこっちはもう抗う元気がないぐらいくたくたになっているので最後にとどめを刺されたって感じですよねもうちょっと質問いいんすかって言ってブシャッとこう刺されてああもう今はやめてっていう感じかなそんなことないんすかね皆さんは結構ねあの ガガンガン質問に答えてるる人も見ると尊敬しちゃうんですよねうわー答えられるんだっていう、ちょっとビビるというかですね、いくら到底かなわねえなって思っちゃいますね。多分た分体力的なもんだと思うんですけどね。到底かなわねえなっていう気持ちになっちゃいますね。だから僕はもうあの90分終わったら、ぐったりしてますね。あのー、始まる前もやっぱり、なんかこう、いろいろ考えてるので、今日はどんな風になるかなとかね。 あのどんなお客さんかなとかいろいろ考えてるので割と機嫌が悪いように見えるそうなんですよで話をワークショップとか講演会の前っていうのはなんかこう顔が暗くて真剣な顔してるみたいで近寄りがたいってよく言われますね「ここも何か明るくねなんてことなくわーい!」なんて言いながら明るく振る舞って講演会場に出てわーって言って終わった後も「わー!」なんてやっていけるぐらい。 だから56時間テンション高いっていうぐらいの体力を自分が持っていればそれができるんだろうと思うんですが残念ながら僕は全然ダメで講演会前は暗いんですよ怒ってるように見えるで講演会の時はもうそれなりに話をさせてもらいますし、えー、それからこの応答みたいなのは大好きですからあそこでやりきったって思った後の終わった後はもうなんかもう抜けの殻ってな感じですねだからまた元気がない 何か起こって,んのかっていうふうに言われるんですが、うん、そこへ持ってきてだから「ちょっと質問いいですか?」みたいなのが出てくると「うーん質問は大好物なんだけど今はやめてよ」っていう、まあ、そんなそんな気持ちですね。だからあの懇親会っていうのに出るとですねあの主催者の方はまあまあ人々が懇親してほしいと思ってそれを作ってるわけですしまあよかったら えと講演してくれた山崎もそこに出てくれっていうふうに誘われるわけですけれどもまあそこに出るとですねちょっといいですかっていうまあ列が出来上がるわけですね名刺交換と列がするとまあまあ懇親会なんだから懇親すりゃいいんだけれども当然懇親会で僕はご飯というかを食べられたことは記憶は一度もないですしうーんとウーロン茶を コップに入れて飲みながら名刺交換とか話をして質問に答えたりしてその間も大体立ってるんですけどその90分終わってぐったりしてたのにもう一回立って立食の懇親会みたいなところでずっと立っていてで手元のウーロン茶がなくなっても次に行けないぐらい列が並んでいたりとかすると、まあ、たまにね本当にこの優しい方が気づいて。 持ってきてきくれたりするんでそれもう涙が出るほど嬉しいんですけど大概の場合は、まあ、気づかないというか気づかない人が別に悪いわけじゃないんですよ。それはだって僕、えっと僕と喋ってる人は、えー、話が終わると別の場所に行って新しい人が来るわけですから、えっと、僕の手元のグラスに気づくもなくですね えー、自分が喋りたいことや交換したい名刺や質問を投げかけそれに答えありがとうございましたなんて言ってくれていえいえこちらこそっつってまた次の方が来られるので、えっと、手に持ってるコップの中に何もなくてもですねうーんとそれに気づくということはなかなかないんですよねで気づかないということに対してそれに僕が文句を言う筋合いもないわけで。 えー、最初の乾杯の時についでいただいたウーロン茶をちびちび飲みるべくようになるべくなくな,らな,いになくならないようにしながらと並んでいる人の話を聞き「えー、そろそろ、えー、もう竹縄ですが」ってあのあの司会の方が言われたら、えー、と残ってた方々も「うわもう時間かよ」なんつって「申し訳ないっす」って言いながら、えー、そこで会が終わるということになるわけですね。えー、なので懇親会に出るというのはもう自分にとってはめちゃくちゃ覚悟を 決めて出るものであり他の方はわかんないです他の方はどうかわかんないけど僕の場合は懇親会に出るって出るぞっていう気持ち出ないともう出られないですねあの公演90分やったのに懇親会90分とか言われるともうんちょっとそれはって思うぐらいいですかね、えー、というそんな気持ちですね まあ、体力のなさが、えー、全てに起因している問題なのかもしれませんので、えー、ちょっとは家の周りを走るとか、えー、腕立てすや腹筋をするとかして、えー、体づくりを怠らないようにするというのが答えの一つなんだろうと思うんですがコロナの時期になるとそういう懇親会というものがなくなり、えー、対面での講演会というのがなくなってくるので、えー、こうやって映像を介して話をし えー、映像を介して質問を受け映像を介してそれに答えていきながら自分のなりの発見がありありがとうございましたと言うとスイッチを切るで切れば、えー、一応それで終わりになるということになりますし多くの場合は座ったままこうお話をすることができます今日ももちろん座ってますけれどもあの90分経つってことが、えー、ないわけですから。 それは、えー、コロナによって本当に大変仕事が大変になったという方もいっぱいいらっしゃる中で、えー、こういうことを言うのは不謹慎だとお叱りを受けるかもしれないんですがあ,ある側面だけで言うとですねあの僕がこれまで、えー、とお話をさせていただいていた場所においては、えー、と90分間立ちっぱなしということもなく、えー、その後の懇親会というものもなく、うん、ちょっといいですかっていうなんかこうとどめさしに来るものもなく これはだいぶありがたいことになったなという気持ちが正直なところですね。実際対面でお会いした方がいろいろ伝えられるとかそういうのはもちろん感じるところではあるんですけどうーんと今のこの,この状態ですかねこの状態っていうのは、えー、とかつてに比べるとかなり、えー、体力的には楽になったなというあそんな印象ですね。でその代わりですね その代わりってわけでもないかかつてからありましたけどちょっといいですかっていうのがやっぱダメだよなって察してくれる人も中にはいるんですよねだからこういっぱい並んで質問してるのに講師の人はさあの人90分喋ってきたのにこれで懇親会でまた何かずっと立ったまま質問攻めかわいそうだよあれゃって思ってくらっしゃる方もいらっしゃるみたいなんですよで,でその方々の中ででもやはりどうしても質問したいっていう方もいらっしゃるようで ありがたいことなんでですすけどその後ですねフェイスブックとかで山崎を見つけてでメッセンジャーで質問を送ってこられる方もいらっしゃるんですね。それでこれは、うん、と立ちっぱなしで懇親会の間ずっと質問に答えなきゃいけないというのに比べると、えっと、配慮がありますからありがたいことではあるんですが、えっと、今度はですねメッセンジャーで答えを返さなきゃいけないんですね。 で答えを返すっていうのはつまり文章を書いて答えを返すことになるんですよ。執筆活動がそこから始まるわけですね。で、それは執筆の方が得意って方もいらっしゃるようです。あの、喋るよりも、言葉で喋るよりも、えっ、ー、と、文字に書く方が得意であるっていう方もいらっしゃるそうなんですね。それからの、キーボードで打つよりも、えー、スマホとかのフリック入力で打つ方が早いっていう方もいらっしゃるそうなんですが、僕はとにかくフリック入力が遅い。 そして、キーボードで書こうと思っても、遂行の時間が長いので、えー、文章を書くのに時間がめっちゃかかっちゃう。ちなみに文章を読むのも時間がかかっちゃうタイプの人間で、僕の場合はもう、あの、喋るのが一番楽で、早いですね。で、原稿とかも書かないので、えー、ここの、これでこう思いついたことをちょっと喋っていくっていうのがありがたいです。だから、えっと、質問を受けたときに、その場で考えて答えるっていうのが、 自分にとって一番合ってるなという印象があるんですがでもそれをやり続けちゃ彼の体力がかわいそうだよって思った方が配慮のもとに、えー、メッセンジャーキーでテキストで質問をくれると僕はテキストで返さなきゃいけないことになってこれはねめちゃくちゃ時間がかかるんですね僕の場合はね。でましてやですよ他に書かなきゃいけない原稿をめっちゃ依頼されてるん ですよね、まあまあ、皆さんもそうだと思うんですけどそれはその仕事の企画書であったり報告書であったり、えー、あるいはその財務関係の書類であったりうんあるいは、えー、出版社から頼まれてる原稿であったり毎月の雑誌に載せなきゃいけない原稿であったりあとはその本を読んでそれに解説文や推薦文やあるいは帯の文字やですねそういうのを頼んでいただいたりするとそれはもちろん嬉しいですから。 えっと、ぜひ書かせてもらいますなんつって書こうと思うんだけれども、まあ、読むのも遅いし書くのも遅い人間だとですね原稿が渋滞しているわけですねこの渋滞している中にメッセンジャー経由で入ってきた質問に答えるっていうことも求められちゃうわけですねこれもまたどうしようかなという気持ちになってですね大分お待たせされることになっちゃうんですよ。 1>, あの1つだけならいいんですけどメッセンジャーの質問って大体複数になるんですよね。なんか厳選した3つの質問です。1みたいな感じになって。で、2みたいな感じで。で、こうするとですね、3つの質問に長文で答えていかなきゃいけないということになると。それは簡潔に答えればいいじゃんって言われるかもしれないんですけど、簡潔にする能力がまず僕にないのと。 それかから何かですね、簡潔に答えられることを疑っちゃう自分がいたりするんですよつまり、えー、明快なメッセージですよね、まあ、あの人々の心に刺さるようなコピーキャッチコピーとかもう誰が見ても明らかな数字で示すとかあのこれってある物事のものすごく単純化した内容で短くしているもので、えっと、それでそれで 何回説明できるっていう時代ももちろんあったのかもしれないしそういう分野もあるんだろうと思うんですが、えー、地域づくりコミュニティデザイン人の人生や教育やっていうことに関わってる分野の話については、えっと、もっとなんだろうもっと入り組んでいてもっと細かく複雑なことを単純化する能力というよりは複雑なことを複雑なままお伝えして先方に考えてもらうみたいなことをやらなきゃいけないことが多くて。 質問の内容もですね結構そこを求めているような内容のことが多いんですよねとなるとですね短い質問であっても長文の文章を起草しなければならないということになるんですよねだからそのために2ヶ月も3ヶ月も待っていただけなきゃいけなくなったりして質問にお答えするのが今頃っていうぐらいの時期になってしまうことっていうのがありますだからまあ本当にこの 質問ってやつですね。学校の先生とかだとねあの質問すると「あいい質問だね」とかって褒めてくれたりするんですけどね小学校や中学校でもずっとこう質問する子は優等生というかいい質問するぐらい主体,主体的なことは褒められるべきことだと僕らはなんかそうやって習ってきちゃっているような気がしますね。 質問をすることはその答えを準備するための相手の時間をその自分が取ることであるというかですねそういう感覚で質問をすることはあまりないんですよね。質問って僕もあんまりそうやって考えたことはなかったんですけどねそんなに相手で質問しちゃうとですね答える義務が発生して相手にですね答える義務が発生しちゃってこの答えを準備するための時間を僕が えっと、独り占めすることになっちゃうわけですね。質問投げかけるとね。だから、僕は質問をするのにはすごく注意をし,しようと努力はしてます。あ、それでも誰かに教えてほしくて質問しちゃう場合はあるんですが、で、その相手は喜んで答えてくれているような素振りを見せてくれるわけですけど、あの、すげえ時間使わせたなって思っちゃうんですよね。だから、まあ、よほどの限り、ことがない限りは、あんまりあの質問で相手の時間を取る。 取っちゃうってことはあーしないようにしてますしあの SNS とかでもねちょっとこれ教えてくださいってみんなに投げかけるってことは僕はあんまりしないもちろんされ,てされてる方がいても心よく答えられてることがいるっていうのはその人の人徳だと思いますけどあのそれはそれでも僕だってあの心よく答えますが僕自身にはそんなに人徳があるとは思ってないので僕が投げかけちゃダメだろうという風うには思ってますねなので なんかちょっとこう誰かに質問するときは相当こう勇気を振り絞ってしなきゃちょっとまずいなっていう気はしてます。それでももちろんしてますよあの。いろんな人に質問をさせていただいていて本当にもう丁寧に答えてもらって申し訳ない。これきっとめっちゃ考えただろうなとかこれきっと裏でこの数字とかデータは調べてくれてここまで答えてくれたんだろうなっていう気がするので、まあ、いつもそれに対して申し訳ない。ありがとうっていう気持ちをどうやって表現すればいいのか分からなくて。 結局ああいう動物を作って、えっと、僕もこの動物を作るのにで釉薬塗って焼いてもらってそしてそれを取りに行くのに1体につき多分1時間ぐらいの時間は使っていると <laughs> 勝手にですけどね僕の中で勝手にそう思う、うん、あの動物の型,型を作っていくっていうだけでは手びねりですから大体1体,1体15分から20分ぐらいで今は作れるようになってきましたので15分ぐらいそれに色付け 模様を描くんですね動物の模様を描くので、えー、これで10分ぐらいですね10分ぐらい模様を描きますねでそれを素焼きにするっていうことでここはもう、えっと、師匠にやってもらってるわけですけどそれでもまあ時間をかけて素焼きにし出てきたものに対して釉薬を塗り、えー、釉薬で本焼きですね本焼きをして戻ってくるってことですからで1回釜に火を入れると結構な日数あの冷めるまで1300度まで上がりますんでねそこからまた冷めるまでに何日かかけますから まあ、合計3日ぐらい時間を使うとすれば、まあ、それを1体分で割ると1体あたり1時間から1時間半ぐらいの時間を扱ってるような気がするんですねなのであの,あのリャマっていうのかな動物動物が一、えっと、体いくらで販売されるかとかいうことはよくわかりませんが、えっと、1体1時間半ぐらい1時間から1時間半ぐらいの僕の時間を使ってるなということは自分でもわかりますので 僕及び師匠ですね師匠の時間を使ってるってことになりますから、えーまあ、僕の質問に答えてくれた人が1時間から1時間半ぐらい時間を使ってくれたなら、うん、とそれをプレゼントするとお礼としてプレゼントすると、まあ、相手はそんなこんなもんいらねえよって思われるかもしれないんだけど自分の中ではちょっと申し訳ないと、うん、自分の僕の時間単価で1時間半ぐらいのものをちょっとこう渡しさせてもらいたいっていう、まあ、そんな感じいいですかね、えーまあ、そんなこともあって あああいいうう動物を焼き始めたっていうのはあります。なのであの動物は未だに一体も販売したことがないんですね。販売はせずに、えー、またこの間もめっちゃたくさん作ってきましたけれどもそれはえっとお世話になった人に、えー、大体1時間半分のお礼っていうことで渡すためのものとして今もストックしてあります。ななので何かお世話になった 時にはすぐにパッとこう出せるように、うん、と準備してあって箱も用意してあるんですけど箱とセットにして渡しできるようにしたいと思っていますね。というように、えー、と質問が苦手な人間であり質問をされるのもあの講演会の時間以内じゃない場合は、えー、大いぶ質問された場合にはそれを答えるのに時間を要してしまうタイプの人間だということですね。で じゃあどうしたらいいのかなって考えていた中でこの YouTube ですよ。えーまあ、YouTube やり始めてこゃ喋ると今日ももう今25分ぐらい喋ってますけど喋るってのは僕にとってはこうあまり時間を感じさせないしそっから文章を書くほど時間がかからないのですらすらと出てくるすらすらと出てくるっていうのはそのすごいいい話が出てくるわけじゃないんですけどね。 くだらない話でそんなにレベルも高くないかもしれないけれども,もとにかく出てくるものは出てきますからあこれであれば質問にお答えすることもまだあのそんな大量な時間を使わずにできるかもしれないなと思いついたわけですよでそれであの質疑応答っていうシリーズでもやろうかなと思ってますでこうすると文章で答えるよりも素早く、えー、お答えすることができるんじゃないかとハッと気づいて であの失業とシリーズっていうのを先月ぐらいからやり始めましたそしたら割とうん素早くお答えできてあまりお待たせしないというかですねまあそれでも2ヶ月お待たせしてるんですけどね今んところね <laughs> 2ヶ月ぐらいは時差があるんですがお待たせしちゃっていてでもまあうんその質問された方だけではなくて他の方も何人かこう聞いていただいて ああそれ自分もわからなかったとかねそこが知りたかったっていう人にも話が届くんだとすればこれはありがたいことですよねその質問がきっかけとなってうーんコミュニティデザインのことをより知ってくれるという方が生まれるならこんなに嬉しいことはないなと思いますなのでこれからもまあオンラインでの講演会というのが増えるだろうと思いますが オンラインで聞いてみて時間内に質問ができませんでしたという方がまあ今でも毎日のようにこうメッセージが届いてきて1個だけ質問いいですかとか3つだけ質問いいですかっていう質問が来るわけですよね。それでまあその質問をとにかくメモコピーしてメモ帳のところに貼り付けていってこれをいつか答えなきゃいけないなっていうだん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 負債がこう溜まっていくわけですけど質問の。 質問帳がだんだん長くなっていって、僕の答えの方が遅くて、えー、答えられないんで、ずっとたまっていくんですが、これをまあ上から順番に、えー、YouTube でこう答えていくというふうにして、なんとかですね、コミュニティデザインに興味を持ってくれた方に、何かこう、質問として答えを、答えにならんのかもしれないんですけど、まあまあ、現時点での僕は少なくともこう考えてますよということをお伝え できたらいいなというふうに思ってますねということなのでまああの失業とシリーズは質問してくれた方にはアップした時には必ずねあのアップしましたよってお知らせはしてますけど、うん、とそれ以外の方も楽しんでいただけるとありがたいなというふうに思ってますということでまた失業等シリーズで次の質問に答えようかなと思ってますね、まあ、なぜ山崎は 質疑応答のシリーズなんて YouTube でやってんだっていうあのその理由についてちょっとお話をしておきました。